こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、シカゴ美術館のコレクションの続きです。はい。こちらはギリシャのコインになります。こちらもギリシャのものですね。これはですね、油入れのようです。はい。でこちらはエジプトのピッチャーですね。はい。 これはですね、えー、これは棒の先にてっぺんにつけるものであり、2匹の鳥の形をしているものはい、だそうです。ははいで、こちらは えー、三つ足の入れ物ですねはい中国のものだと思いますはいはいこちらも同じく、えー、ポールの先につける2匹の鳥が描かれたものになりますはいこちらもポールの先につける ものになります。こちらもポールの先につけるものになります。いやこちらはヤギのようですね。はいはい。これはですね。えー、っとこれ飾りですね。はい飾りです。 これも飾りです。こちらは三、えー、本足の蓋付きの入れ物、中国のものです。こちらは、えー、鹿の飾りです。はい。これはですね、えー、棒の先につけるものですね。はい。はい。 こちらは個人的なものを入れる入れ物だそうです。こちらは飲み物を入れる、いわゆるカップみたいですスープのようなものを入れてたんでしょうかね。これはギリシャのもののようですね。こち,こちらもギリシャのものになりまして、えー、馬に乗った人を描いた像になります。はい。で、こちらはオイル入れですね。はい。 こちらは地中海、東地中海のもののようです。はい。こちらはちょっと欠片になっちゃうんですけれども、えー、ミキシングボール、いわゆるそのボール、あのお料理に使うボール、あれですね。はい。はい。こちらは、えー、ベルになります。はい。ベルです。 はい、こちらはですねうしゃぶちというものであって、えー、お葬式に使う人形になります。はい、こちらはですねこういう香りのついた油を入れるものになります。 はいこちらは油入れです。東ヨーロッパになります。こちらも油入れで東ヨーロッパのものになります。はいこちらは香油を入れるものになります。東ヨーロッパのものになります。こちらも香油入れで東ヨーロッパのものになります。こちらも こういう入れで東ヨーロッパのものになります。はい。こちらもこういう入れで東ヨーロッパのものになります。こちらもこういう入れで東ヨーロッパのものになります。こちらは油入れで東ヨーロッパのものになります。はい。 こちらはえギリシャのコインです。はい。これは座った人形です。こちらは個人的なものを入れる入れ物になります。これはギリシャのもののようです。はい。 こちらはですね、貯蔵用の壺になります。はい。こちらはピッチャーですね。こちらは、えー、茎のようなこう芯がある、えー、飲み物入れです。はい。 まあこれで飲んでたんでしょうね、はい。持ち手でしょうかね、この奥にあるのは。これも飲み物入れです、はい。両手で掴んで飲んでたんでしょうかね。スープでしょうかね、入れていたのは。こちらも飲み物入れ。それぞれ、いずれも、えー、ギリシャのものになります。はい、こちらも飲み物入れです。 ギリシャのものになりますこちらも飲み物入れです、えー、ギリシャのものになりますこちらは貯蔵用の壺ですこちらとこちらはギリシャのコインですこちらはギリシャの貯蔵用の壺になります こちらはギリシャのコインです。こちらは、えー、飲み物入れです、はい。こちらはアーチ型のペンダントになります。こちらは水のを入れていた壺になります。こちらはアーチ型のペンダントになります。 今回の配信は以上になります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。